여러분 안녕하세요. 오늘은 제가 일본어로 말하는 거를 준비해봤어요. 제가 일본어를 진짜 이만큼도 못해요. 일본 분들이 많이들 봐주셔서 한번 이렇게 日本の皆さん, こんにちは. サルトリです. 名前 サルトリです. 本当にありがとうございます。日本の文化が私の日本の文化がとっても好きなので本当に嬉しいです。本当に嬉しいです。日本には去年友達と一緒に旅行で行きました。旅行で行きました。皆さん、私は日本の料理の家で日本の料理の中で たこ焼き、お好み焼き、焼きそば、鍋、すき焼き、丼、天ぷら、焼き鳥が好きです。私の通っているあるですが、一週間に二回は行って食べます。本当に美味しいです。
日本ではまだ東京しか行ったことがないので他の都市にもぜひ行ってみたいです。皆さん、おすすめの日本語場所か、あれば、おいしてください。教えてください。これからもっと、これからもっと日本語を勉強して、皆さんと、お話したいです。今日も動画を見てくださって。本当にありがとうございました。皆さん、また会いましょう。準備してみました。あまりうまくないかもしれませんが、温かい目で見守ってくださると嬉しいです。実は韓国人以外にも日本人や中国人の方が私の動画をたくさん見てくださっています。本当にありがとうございます。私は日本の文化がとても好きなので本当に嬉しいです。日本には去年友達と一緒に旅行で行きました。皆さん本当に優しくて、食べ物もとっても美味しかったです。私は日本の料理の中でたこ焼き、お好み焼き、焼きそば、鍋、すき焼き、丼、天ぷら、焼き鳥が好きです。私の学校の前にもたこ焼き屋さんがあるですか。一週間に本当に美味しいです。日本ではまだ東京しか行ったことがないので
他の都市にもぜひ行ってみたいです。皆さんおすすめのパッションがあれば教えてください。これからもっと日本語を勉強して皆さんと